今年で12回目を迎えたバサーオールスタークラシック。その年に活躍したトッププロを選抜し、1日だけのトーナメントを行う。トーナメントの詳細は同乗するプレスアングラーにより克明に記録され、月刊バサー市場で発表される。トッププロが自分の釣りをアピールする絶好の場なのだ。イベントとしても年々人気が高まり、今年は3000人もの観客が押し寄せた。今その全てが明らかになる。第12回バサーオールスタークラシックの舞台は霞ヶ浦水系。バッグリミットは7匹、その合計重量で競われる。早朝から300人以上の観客が訪れ、トッププロと共にスタート前の緊張感を味わう。それでは1998年のバスフィッシングを盛り上げた今回の招待選手を紹介しよう。ここ数年急速に力をつけてきた若手から、キャリア、知識、技術、そのどれもが申し分のない中堅ベテランがずらる。ワンデートーナメントのため、思い切ったプランで全員が優勝を狙ってくる。当然誰が優勝してもおかしくはない。その中でもバサーオールスタークラシックで3度勝利の美酒を浴びている実力者がいる。昨年のディフェンディングチャンピオン、田辺則雄。今回はこの田辺則雄に注目し、トーナメントを追いかけていく。いろいろやったんですけど、結構ねタフなんですよ。だけどやっぱりね、今のっていうのはターンオーバーしてるんで、それに合わせた釣り、ね、でしかも3日前から冷え込んでる。これがね今回の全てのキーだと僕は思います。4日前までの魚と昨日からの魚はまるで違う。だからそういうゲームを組みます。スタートは午前6時30分。スターターの合図でこれから始まる23のドラマの幕が一つずつ開いていく。霞ヶ浦、北浦水系全域と広範囲に繰り広げられる今回のトーナメントでは、エリアの選択が勝負の分かれ目になる。選手全員の最初に入ったエリアを見てみると、本湖が13名、北浦が10名。勝利の女神は一体誰に微笑むのか。一匹ずつの釣りだ、今回は。入ってきてくれることを願って。このエリアでかいんだ、魚が。でも一匹ずつゆっくり釣れれば俺はいいんだ。いねえな。食いっ子にいないぞ。来た、ヒデさん。織田だな、秀さんな。いれば落ちてポンって食うと思うんだよ。食ってもいいんだけどな。このエリアで2匹は取りてえよ。でかいんだよ、でかいの。魚はでかいはずなの。引っかかってプン。お、来た。ああ全然食い込んでませんね。ひってひって、はあ、ファーストバイトまるで食い込まず、ここでプン乗り越えた。今の一匹釣りたいよね。でかいよ今の。きっとうん、バイトがいいもん。でもすぐ離してポン。厳しいね朝から。っていうか朝だから厳しいんだよこれ、冷え込んでて。でもこれ一匹とか取っとくと楽なんだよな。吉田浩二は東浦石田ドックのテトラを狙う。この時すでに680グラムをキャッチし歌を歌っている。
お酒は飲めないんですが歌いまくります。多分魚が釣れないんで歌うような感じになると思いますけども、まあ一応4箇所は見つけた、見つけたことは見つけたんですけどね、多分思い通りにはならないでしょうけど、ゲームをねちょっとね変えてみた。これでどう出るか。ただ朝一だからね、そんなシャローがスーパーいいとは思えない。だけど中途半端なシャローで食わなかったからドシャローに来ました。しかも水の動かない。これで勝負。シャローゲーム来いよ。ここは俺の得意とするパターンだ。どっちかっていうと、だ本当は朝スピナーベイトっていうよりワームとかの方がいいのかもしれないけど、とりあえずちょっとスピナーベイト引かないと気が済まないでしょ。よし。コイディン、コイディン、コイディン、マイゲーム。ふんふんふん。いい魚だ。よし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 。まだあるぜ、ここのエリア。まだいけるよ。まだ1、2匹取れるの、これだ、きっと。行ったり来たりして7本取ったりして。そんなことはねえな。結構がっぽり食い込んだね。うん、色も合ってんだ、これ。今のこの白が。いいぞ。一匹で喜ぶな。でもね、このクオリティなんだよ。わかる？その自分のゲームの、自分のゲームと自分の勘のクオリティ、それで取れた一匹っていうのはね、何にも増してね、下手すりゃ一匹でも満足しちゃうぜぐらいのね、あの釣りになってくる。これがね、やっぱり俺の目指していきたいゲームだから。もう一匹来いや、いるだろ。でもさ、基本的に考えると1時間に1本釣れいんだよな。水面に明らかに魚と分かる波紋を発見。いたじゃん。よし、食っちゃえ食っちゃえ。バスだね、あれ絶対。俺はボラじゃないと思うな、今の羽は。宮本秀彦は食い狙いで粘る。しかしバイトがないため、この後北浦へ走った。下野正樹は7時35分にイケス跡でキロフィッシュをキャッチ。ルアーはスピナーベイト。絶対いるぜ、ここにいるんだけど、だからまだ水温的に口を使わないっていうのは十分あるよね。東浦の杭をピッチングで攻めていた赤羽修也にヒット。しかしフックアップと同時にバスが杭に絡みつく。落ち着いてキャッチした魚は2匹目で 900g、 トータル 1800g。 田辺則雄は2分の1オンステキサスリグエコギアプロトタイプで丹念に小田を探る。落ち込みで食っちゃってもいいんだけどな、やっぱりダメか。俺ね、ここプラで来た時にこう周り打ったんだよ。その時に魚探の下に
捨て網が映ったのは分かったので、その後打ったんだけど何にも釣れなかったんだけど、頭の中にあったちゃあいい感じだった。今最高のコンタクトだったね。でけえぞ、でかいぞこれ。悪いけど俺がでかいといえば多分でかい。キサケのでかい。あ、そうでもねえか。でもキロフィッシュは楽勝だな。1200、1100、あと5本。ふう、スローロール。いいぞ。でもスピナーベイトでしかまだ釣ってないってどういうことだ。ワームメインに組んでんのに。赤羽修也またもヒット。これで3匹目。この時点で暫定トップに躍り出る。しかしその直後、吉田浩司が小伊勢川河口で1140g をキャッチしてトップに。いいコンディションだよな。でもやっぱエリアにはエリアは合ってんだよ。重りはねちょっと重くしてんですよ。16分の5、こっちは2分の1だけど、ストラクチャーにもきっちり落とす。要するに浮いてる魚スピナーベイトでも取れるけど、そうじゃない魚を今取ろうとしてるから、きっちり落とせるやつ。時期的に一つのストラクチャーに何匹もの魚はいないはず。しかし田辺則雄は同じテキサスリグでも重さを変え違う狙いで投げ続ける。ああ、なんだこれ。よし、いた。ああちょっとでかくないぞ。でも800以上あんな。830。吉田浩司が15分で3匹とハイペースでウェイトを伸ばす。しかし昨年はこの後失速、スタートダッシュを生かせなかった。今年はどんな展開になるのか。田辺則雄はストラクチャーを一周、再び最初の捨て網を狙う。おう、ああ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 あ、いるじゃんか、もう一匹。なんだよ今の。失敗しちゃった。ワームでかいからね。なんだよ、もうちょい食い込ましちゃった方がいいのかな。ブンブクブンブク、さすがにもうダメかな。今のはいいチャンスだったのにな。ワンミスでしょうがねえよな。こういう日は当たり合って乗せられないのがあっても。トーナメント中、イベント会場ではほぼ1時間ごとに途中経過が掲示される。訪れたファンは応援している選手の動向を確認することができるようになっている。柳選手が東浦、霞ヶ浦東浦にいらっしゃいまして、960g と545g、吉田浩司さんが、5匹で 3130g、 今のところトップですね。田辺則雄の勝負の分かれ目の一つとなったポイント、さらに深くなってんだよ。2メーター台のストラクチャーだな今日。
なとこで食いやがんの。何よ、追っかけてきて食った。お、小せえんだなこれ。バイトはあるが乗ってこない。勝利の女神はどこかに行ってしまったのだろうか。ああバラしたか。バレたか。ああバレただろう。なんだこのロープは。2匹目ミス。やっべえタイミング、やべえ。午前9時、会場ではビンゴ大会、チャリティーオークション、そして大人気のフリーマーケットなど、訪れた人たちが楽しめるプログラムをスタート。クライマックスまでのひとときを飽きることなく過ごすことができる。やっぱシャローはダメか、潰れたか。ここで一発来てくれりゃな、楽なんだけどな展開的に。一般公募で選ばれたプレスアングラーはウェルカムパーティーの際抽選で選手が決められる。トーナメント中のトッププロの技術を間近に見ることができる特別なオブザーバーなのだ。やべえな、来てくれよ。見せないよ、秘密。これは9時を過ぎ、川辺博一、赤羽修也、沢村幸弘がウェイトを伸ばしてきた。早くもリミットを揃えた吉田浩二、快調にトップを走る。勝ち。危なくないよ。スローロールでこのサイズじゃしょうがないな。パターンをつかみかけたのか、田辺のりおはこの後驚異的な追い上げを見せる。ちっちゃい。なんでこんな痩せてんの？針でも飲んでんのかな。740。やばい。サイズはあるのにね。うん。これさ、もうディープウォーターがもし食い出してりゃ、俺持ってんだ、いっぱいいろんなエリア。やってみようか。ここら辺でも4箇所ぐらい持ってるよ。クレアキロだよ多分。うん、ねえ、ちょっとフォローだけ入れて。ダメだったらちょっとそこの横にディープがあるから。すごいよね、ワームフォロー入れても食われんだ。ワームスローロールで釣っちゃったのか、一匹とも。違うか。
かバイトっぽいんだけど、うわバイトだ。900。よし。え、6本も釣った？あと1本じゃんよ。本当に？結構すごいな。3本もいたの？いい子じゃん、ここ。もう1本いてよ。でも、そうなんだよ。もうこれ以上でかいの出ないと思うよ。キロ出てこない、ここ。でも、ちょっともう1頭だけ。棚なんだよ、今回は。いい感触の、まあ網捨て網とな、なんか硬いもんが混じってんだよな。それはなんだかは秘密だよっていうんじゃなくて、わかんない、なんだろうね。でもこっちのエリアでやっても小さそうだな。やめよう。そうなんだ、こういうとこでハマっちゃいけないんだよ、いくら釣れるからって。いい感触だったけどな。今一発目が一番来るからね。これから記録一緒で行こう。ダメだな、3回いいコンタクトしてて来てないからダメだったな。これで最後、これでコンタクトの度合いを見よう。だいたいね、2、3回、1回でいいんだよね本当はね。コンタクトちゃんとしたなと思って、まあ風があるから今ちょっと大事。またいいコンタクトするよ。ほら、いい感じ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 。ほら、すべてですよ。おっ、取れた。これ、カーンって来ないとダメなんだ。ってことはダメだ。もう今のスーパーコンタクトで来てないとダメだね。アウト。ディープウォーターアウト。フォーミー。俺にはね。で、他のエリアはもう潰れてます、この風で僕の。なら、ここと持ち場はもう一箇所。ただ、風があんまり当たると、バスの活性がどうだか。ただ、さっき向こう側で風当たってても食ったからね。うん、大丈夫だとは思うんだけど。食わねえなぁ。チキショウ。これ一本二本取りたいんだよな。頼む、食べてお願いしとかないと。一応ね、あのやっぱそういう関係でいたいし。どんな関係だ。ダメだ、やっぱ風が当たりすぎで冷えた、これきっと。私が思うにね、冬のいけないパターンの第1位だよ。風当たり食わなくなる冬なんだよ、これは。今日は10時半のチェックでは吉田浩二が順調にウェイトを伸ばしている。そして田辺則雄が8分間で3匹と驚異的なハイペースでウェイトをアップ。まあシャローが生きてるかどうだか知らないけれども、1分の3がちょっと投げにくいな。8分の3をやめて2分の1スーパースローロールに結び替える。これでこのシャローの杭を叩いてっちゃう。水深1メートル弱の平坦なシャロー、冷たい風の影響かバイトすらない。ダメか、やっぱいねえか。鳥がいなきゃダメだな。もうこっちでも風吹き出してるよ。でも大体この 2.5、2.6 今日のパターンじゃん。で絶対釣れると思うよ俺ここ。なるほどね。もうだんだん深くなっ、あっ、しまったよ。
横っ引きスイミングなんだよな。風止んできたね。やっぱこいつらをちゃんと食わせんにはこの頂点に乗っけなきゃダメなんだよ。浮いてるとこの網の高いとこに、そん時に食うんだから。それをやれる捨て網の高さがないとダメな。非常にタイミングも重要だよね。難しい。気が狂いそうだ。プレサングラーが最後の報告。残された時間は1時間半。やっぱり北浦かな。北浦で楽しく釣れよかったのかな。あんなことねえな。やっぱりしょうがねえよな。これは覚悟の上だもんな。タフいのは吉田浩二の独走かと思われたが、残り1時間半でシャローの天才柳英二が激しい追い上げを見せる。沢村幸弘、田辺則雄、清水森蔵、そして着実にリミットを揃えた赤羽修也にもまだ十分チャンスはある。ウェイインを待ちきれないファンが次第に集まり始めた。風ブリブリだし、もうここも網が入ってていい感じなんだけど、なんで当たんないの。でも巻かれてバラしたのとか今になって痛いね、いろいろね。午後になってからはバイトもない。田辺則雄は残り10分に全てをかける。ちっちゃい田辺、ちっちゃい。得意だろ釣るの、最後の一本。おしまいじゃないんだな、まだ僕は。2分いけんでしょ、あと。最後の粘りも虚しく、ついにストップフィッシング。やるだけやったし、でほらリミット取るんだったら、あの連続してきたようなとことか粘ればよかったんだけど、でもそういうレベルじゃないし、やっぱりキロフィッシュ以上ってことで動いてみたんだけど、ちょっとダメだってまあこんな時もあるでしょ、うん、まあしょうがないよ。でも結構自分では納得できる魚も釣れたし、狙い通りの魚も釣れたし、そんなにめちゃめちゃひどいトーナメントだとは思わない。まあ、あのハマる時もあればハマんない時もあるっていうのは、これはもうしょうがないでしょ。ただ気持ち的に、守っちゃうとか、ただリミット揃えようとか、そういう風なゲームは自分ではしたくなかったから、キロフィッシュキロフィッシュっていう追っかけ方をしてみました。バサーオールスタークラシックのクライマックス、ウェイインショー。6時間半を戦い抜いたトッププロたちが超過を引っ提げて登場。大きな喝采を浴びる。一人一人のドラマが一つずつ完結している。
そして続いては田辺典男選手やってまいりました。昨年度のディフェンディングチャンピオンの田辺典男選手がこちらにやっております。はい、シャクシャクシャク、素晴らしい魚が入りました。12時を過ぎてから追い上げ、リミットメイク、そして入れ替えも行った川辺博和。さて結果は、今日2歩の方に来た、神原本校の2歩、はい、で変わるだろうと思ってたんですが、ええ、どん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 強くなってきて、割れてしまったので水ざまざまやりながら一応はい、そして7匹、はい、揃えてきました。川辺博和選手のメイトを上げていきたいと思います。6300、少々お待ちください。すいません、魚を流した。 6370g、 川辺選手のリミットメイク、そして 6370g、 トップに立ちました。さあ、続いての選手はいかがでしょうか。はい、入ってきていただいたシャワーの上に、コンスタントにウェイトを稼いだ柳英治、果たして入れ替えはできたのか。行きました。足オンリーです。足オンリーで、はい、どのようなエリアで、東浦の一番奥の、はい、小伊勢川ですね。小伊勢川、ここ入っていきました。川に入っていったと。全部小伊勢のお魚です。小伊勢川で、はい、全てのキーパーを小伊勢川で取られたと、はい、釣り方はどのようなものですか。もうジグを K テクラバージグが14ぐらいです、ね、14ぐらい、はい、あれをずっと打ち続けると、リミットメイクの柳選手、5770g です。5770g、 あと一歩というところだったんですけど、ミスター霞ヶ浦、吉田浩二選手に入っていただきましょう。その後23本目のドラマはどのようなクライマックスを迎えるのか。吉田浩二が大きく上げる手に全ての視線が集まる。かなり見えるかということを言っておられたんですけれども、今朝は朝から会長のペースで魚を釣っておりました。さあ、吉田浩二選手がこちらに参ります。皆さん、さあ、全員拍手をお願いします。吉田浩二選手、真ん中にですね、娘さんの杏子ちゃんを乗せて恒例のウェイにやってまいりましたけれども拍手を求めましたが、さあ続きまして6匹目に手が伸びます。これもグルサイですね。さあ6匹目入りましたので、最後の魚ですか。これが7匹目、どんな魚が前までから飛び出てくるのでしょうか。素晴らしいですね。ビッグフィッシュを高中に上げていただきました。吉田浩二選手、まあ、一番最後もね、あと残り時間45分ぐらい、45分ということはこの、中間スコアが終わった後ですね、報告が、はい、この時に、田村という小説エリアに入りまして、霞ヶ浦本校の田村で、まあ、ここで最後だから、彼が作ってくれたね、おにぎりでも食べて、はい、心置きなくやろうかと、いいのと、おにぎり一つ食べて、あったかい、お湯を飲んで、お酒じゃないですよ、お湯ですから。お湯を飲んで、はい、飲んで投げて、釣り釣りに来たのが1400。最後の魚が1400だったと。
はい、それでは吉田浩司選手のウェイトを読み上げさせていただきたいと思います。リミットブレイク達成7キロのウェイトは6735号。ずっと勝ち、あれ勝ちたかったなってのがあったんですけど、それでな、とりあえずその今の戦のところで無理がなくともありがとうございました。普段の地道な努力を知る家族や仲間に支えられた優勝、印象的な笑顔に吉田浩司の全ての思いが込められている。後半は吉田浩司を優勝に導いたクランキングテクニックを再現する。当日一番最初に入ったのは東浦石田トップ。一番最初にこの場所を選んだんですけれども、まあその理由は簡単に言えばプラクティスで釣れたということなんですね。ただいろんな条件がここの場所は重なっておりまして、水深が、1メーター、よし、あれ、あ、ドラッグいるんだ、1メーター50ぐらいでですね、まあ他のテトラに比べると水深があると。でまあこう再現フィルムでも釣れるぐらいですね、魚の多い場所でなんと簡単に釣れてしまうんですね。でそんなので一番最初に選びました。あとテトラというのは、まあ、簡単に言ってしまうとハードマテリアルのブレイクラインみたいな感じで徐々に深くなってという構想をしてます。でそれに加えてテトラの中が穴の状態ですね、まあ、あのクマが冬眠したりとかそういう穴の状態になってますんでバスをストックしてくれると。それとなおかつテトラは比較的ドックの先端の方にありますんでね、水通しがいいと、まあ、こういう3つ揃った条件が揃ってますんで魚をストックしやすい。ただあのテトラでもどこでもそうなんですけど、テトラギリギリに落としてきちんとそのテトラに沿ってトレースしてこないと、なかなか魚がバイトしてくれないので、特にトーナメント当日はあの水温が2度も下がったんで、テールのフックを食ってくるのが多かったですね。よし、糸も簡単なんだ、パスフィッシングはとも難しく、これなんかはもうねほとんど飲み込んでる飲み込んでる状態ですね。いややっぱり青筋君はよく釣れる。ちょっと小さい、はい、ありがとう。クランクベイトを一番最初に使ったんですけれども、あのよくそのファーストムービングのルアーはあの魚の活性を知るのにとかいろいろ言われるんですけど、僕が選んだのはただ単にクランクベイトが好きだからということで選びました。それとあの低活性であっても比較的シャローエリアに出てるバスは餌を食いに来てる、あるいはその攻撃心がすごく強いというのが あってでそれでクランクベイトとかスピナーベイトを選ぶようにしてます。で例えばシャローに10匹いたのが低あ、まあ、水温が変わったりあるいは水が変わって低活性化したとしても10匹のうちの8匹が深場に逃げたとしても2匹は残ってるなと。で2匹のその残ってる2匹はすごく動きが良くて餌を求めててというのが僕の考えですから、その2匹を釣っていこうと。でそれを2匹を釣るのはスピナーベイトだったりクランクベイトだったりということなんですね。でスピード的にはゆっくり巻くというのが僕のクランクベイトの基本です。でクランクベイトに関わらずスピナーベイト もちろんトップウォーターでも何でも僕はあのごくごくゆっくりルアーを動かすようにしてます。このぐらいですね。でもっと水温があの下がってそれこそ5度近くに なるともっとゆっくりですね。ディプシードゥの3番を、今回のトーナメントではもうほとんどもう ディプシードゥの3番ばっかりなんですけども、なぜその3番を多用したかというと、まず1番は小型の割によく飛ぶ、ですから
バランスタックル、僕の場合は、シリウスの 60SBL という竿なんですけど、まあ、これに、台湾のリールをつけて、使ってるんですけど、これで使ってもらうと、そうですね、20m は楽に飛びます。でラインの太さは20ポンドぐらいあっても全然問題なく飛びますんで、まずこの飛ぶというのがクランクベイトの命だと思ってますんでね。でそんなんでこのところディプシーズを対応してます。でまた今回そのなぜ3番を多く用いたかといいますと、1.5 メートルの水深をメインに狙ったんですけれども、 1.5 メートルであっても3メートルほど潜る、ディプシーズの3番でそこをこづいてくる、それと同時にですね、着水と同時にすぐ潜ると、ちょうどテトラの積み重ねたテトラがブレークラインだと考えると、そのブレークラインに沿って泳いでくれる。テトラはさっきも言ったように、そのテトラの中にいる魚もいるんですね。あるいはそのテトラ周辺に餌を食いに来る魚もいるんです。この2種類が考えられる、テトラのエリアで釣れる考えられるバスですね、釣れると考えられるバスであるならば、その、1回だけ流してあ釣れないっていうんじゃなくて、そいつおっしゃーテトラの中にいるやつも引きずり出そうと。でテトラの中にも必ずその動きのいいやつがいるわけですから、それを引きずり出すのが僕のクランキングで、さーっと一箇所流すんじゃなくて、よく釣れるエリアはしつこいぐらいに、流すと。基本的に僕がトーナメントで、霞ヶ浦のトーナメントで選ぶエリアっていうのは一年中釣れるエリアなんですね。で一年中釣れるエリアっていうのはバスをストックしてくれるエリアなんで、何回か往復して魚を引きずり出していく。基本的にはもう50センチ以内に落とさないとダメ、テトラの際から。遠くて50センチ、近ければへこんでる中へスパッスパッと入れていくというね。シーズンがやっぱり変わると、まあその3回とか4回とか、よし流すことは多分しなかったり、あるいは他の場所へ移動したりっていう釣りになるんでしょうけれども、やはりこう低活性、低水温、低活性の時期は魚のいる場所に魚集まってますからね。そうとやっぱり色変わってこう釣れると、もうものの何分かで釣れちゃうわけですね。 何秒かな。キーパーで僕は細くても14ポンドで太いと20ポンドのラインを使うんで、竿を突っ込まないときちんと3メートルなんか潜ってくんないんですね。ディプシーズの3番であっても2メーター50とか、よっしゃ、追い食いだ今の。だからもうきちんと2メーター50以上潜らすときはもう本当に、ゆっくり巻かないと、その低水温のね、低活性の時は。驚異の連続ヒット、クランクベイトの威力をまざまざと見せつけられる。よし、ドラッグ出る、ドラッグ、でかくないのに。ちょっといいかもしれない。おお、ちょっといいかもしれない。ちょっといいかもしれない。いや、今までの最大かもしれない。外側アタックだから、もう完璧に食いに来てるという、ね。ちょっと腹がぽってりして綺麗です。これでもうリミット揃いましたね。魚の居場所、風向き、ルアーを流すライン、流すスピード、その条件が吉田浩二の理論と一致した。本当にね。よし、ちょっと小さい。ちょっと前まではね、ここ風が当たると釣れなかったのね。で水温が逆に2度下がったことによって風が当たって釣れ始まった。低水温でどういう理由かはね、僕魚類学者じゃないからわからないけれども、ちょうどターンオーバーを盛んにしてるときは風が当たるとダメなんですね、やっぱね。
で、その時ちょうどこっちは風裏になってたんでね、風が当たらない時に本当に他のとこがその釣れない時にここは風裏でよく釣れてて、でトーナメントの当日から今日もそうですけどね、風が当たってるんですよ。だから僕はもうね、正直言って、あ、終わったなと、第一投投げる前に終わったなというのがね、正直な感じだったんですけどね、蓋を開けてみたら逆に風が当たってて魚がよく出入りをするようになった。次のポイントは小伊勢川河口。スケジュールの中にここの場所を入れたのは、まあ、もちろんプラクティスで、魚が釣れてたということもありますし、あと、石田ドックと同じようにですね、比較的低質の硬い、なおかつ急進なエリアがここには あるからですね。でそれに加えて河口ということで水の流れもあると。で石田ドックと一つだけ違うのは穴ぼこがないということなんですね。でそれ以外の共通点は2つ、クリアしますので、まあ、このエリアはトーナメントのエリアとして有効であるというふうに考えました。小伊勢川へ入ってそのブレイクをクランクベイトで流し始めるんですけど、行きは全然釣れなかったですね。先ほどのテトラと同じように僕が釣るエリアっていうのは本当に短い距離で、そこを2回も3回も往復するんです。そうするとベイトフィッシュが入ってきて活性が上がるバスがいたり、あるいはシャローエリアに餌を食いに来る上がってくるバスがいたり、そういうのに遭遇するわけなんですね。これを常にゆっくり引いてあげる。おー、ボラのあたりですね。ボラのあたりで魚がいるいると確信を。おーまた来た。今のはもう紛れもなくバスじゃなくて違う魚ですね。ブレイクラインに対して直角じゃなくて、とりあえずその一番引きやすい方法、長くそのバスに遭遇するようにというんで、ブレークラインに沿ってクランクベイトを泳がしてます。で大事なのはやっぱりリップが常につかないとダメですね。リップがそこへコンとついてるのを感じながら、普通のね釣りであればそのアップストリームといって上流へ向かって投げてた方が魚は上流へ向かってるわけですから、釣りやすいんですけれども、あるいはその魚によくアピールするんですけれども、その日はどういうわけかね、下流へ向かって投げる、そうするとパパーンと3匹、ほんの15分ぐらいで3匹立て続けに来ました。おー魚だ。でここに来て、もしかしたらブレイクだけじゃなくて足の中に姿勢の高いやつが入ってるかもしれないと言ってスピナーベイトを掴んで投げるわけですね。晩秋とか初冬っていうのはこういうパラ足で、最後の越冬の準備をするエビとか小魚を待ち受けてるバスが、結構いるもんですからね。で、まあ、浮き上がりにくいようにシングルウィローを使うと、スローリトリーブでさほど浮き上がらずにバスの花面をかすめてこれるだろうと。で何回か投げてまた再びクランクベイトに変わる。5メートルぐらいの距離で足腹があって、その外側が3メートル近くも掘れていると。ここにバスがいないわけがない。また違う魚だな。この生命体の感触がいいですね。ブンブンってこう当たるね。今度ダウンストリームですね。追い風だったらいくらでもルアーは飛ぶんですけどね、向かい風でもルアーが飛ぶようなね、タックルを選ばないとクランクベイトを引くのはちょっと辛くなりますから。この辺りからの実際のトーナメントではこの辺りからね3連続なんですね。よしほらいた。ねえ、いるんだから。本日の最大。いるんですよ。信じる者はね、救われる。神は僕に味方した。
はい、どうもありがとう。綺麗だよな。ほら、こういうのが釣れるわけですね。はい、ありがとう。ほいやー、あ、キローバーだ。よっしゃ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 。いやいや、危ない危ない危ない。後ろのフック、ほら、かろうじてこういう感じなんですね。うん、よし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 、ありがとう、うん、ありがとう。ちょっと取りにくい。うい、ほらね、これで5匹僕の、うん、僕の釣りを証明してくれたわけですね、この場所で。まあ5回の偶然はないでしょうから。これがね、クランクベイトの威力なんですよ。だからワームでいい時はワームもいいし、逆に今ね、クランクベイトがいい時はクランクベイトが圧倒的にいいわけだから、あんまりワームでやって釣れないんだから、クランクベイトは、ね、釣れないなんて言わないで、投げて巻く、ただ繰り返すのみ。このエリアは水深がもう1メートル切るぐらいの水深しかなくて、90センチぐらいなんですけどね。でなおかつ、ストラクチャーが貧困で、まあ、いいなと思えるのはああやって束になってる竹ですね。ああいうのにもうその場で一番強いやつがつきますから、あれを狙ってスピナーベイトをキャストしてクリクリクリと巻いてくると。もう大体第一投目で食いますから、いると。で一投して食わなければもういないと考えるんですけど、ちょっとあのスケベー心が あってやっぱり何回か投げるんですね。そうすると10分ぐらいすぐ経ってしまう。無駄な時間なんですけど、この無駄が新たなエネルギーを作り上げている。それと、あ、もうこれでシャローにある杭はやらなくていいなというね、決定的な消去をしてくれると。また再びこの場所帰ってきたんですけれども、なぜもう一回こうやりに来たかっていうと、やっぱりそのさっきは時間でこう仕方なく見切っていったんですけども、やっぱ心残りなんですね。スケベなんですね、根がね。でちょうどあのもうこれから下るところは阿蘇なんですけども、その通り道なんでね、よし、あのもう一回やってみようと。もしかしたら新しい魚が入ってきてるんじゃないか。水温はもう朝とほとんど変わってなくて、時間的に10時を過ぎないと上昇しないのがこのシーズンですから、朝一と2番目に入った時はほとんど変わらなかったですね。ただやっぱり一つだけ大きく違ってるっていうのは、かなりの状態で波がテトラに当たってましたね。で実際のトーナメントでは、キロフィッシュが2匹と、小さいやつが500ぐらいのやつが釣れて、最初の2匹がそっくり入れ替わった、3匹を入れ替えることができたんですね。トーナメントでは900グラムフィッシュをキャッチした麻生ドッグのテトラ。ここのテトラの沖もさっきの石田あのテトラの沖も 2.2 メートルぐらいあります。少なくともその水深がないとたくさんの魚はいないようですね。よし、よし、ほらいたね。こうやっているんですよ、間違いなく。うえうわ、これは太ってる。こんな太鼓のあるやつ、サイズはなくてもいいんですよ、ウエイトがあれば。まあ言わせてもらえば僕みたいなやつですねよろしく。ここは他のテトラに比べて、浅いんですけれども、やはりテトラの中が結構隙間があるんでね、魚をストックしてくれます。当日はね、本当は この一番左側のテトラをやりたかったんですけど、小釣りの人がいてここはもうほとんどできなかったですね。ですからできたのは、右の一番向こうの端ぐらいだったですね。あそこで魚が実際釣れたんですけども、今回のプラではほとんど釣れない。ここはノーフィッシュだったです。ただやっぱりそのさっきも言ったように、未練たらしくやってきたと。
で未練たらしくやってきたんだけれども、それが功を奏して魚を入れ替えることができました。あととりあえずその1200フィッシュとか1キロ超えるやつが釣りたい釣りたいと、それを念じて歌を歌いながら釣りをやってたんですけどね。意外といいのがビッグ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 フィッシュという歌が聞きます。このエリアはシャローフラットという感じのエリアで、水深もここで1メーター30ぐらいですね、魚探で見て。底質は、ハードマテリアルなんだけれども、その中にいろいろ混じってるエリアです。でここでねバッとバラしちゃって、もうなんか気落ちしちゃって、それでもまだ釣れるだろうと思ってね、20頭か30頭したんですね、バラしてから。でももうこれ以上やってても多分ここは集中力も続かないだろうということで、ここはもう早速ルアーを畳んでですね、最後のエリアである田村の浚渫にかけたんですね。ここへ最後のエリアへ着いて、まあバラしたのもあったんで、ね、ちょっと気持ちがこう高ぶってたのがあるんですね。でそれを落ち着かせるためというか、まあ少し、自分をね取り戻すためにこうここを開けておにぎりを出して、食べ始めた。ここでもやっぱり青筋くんを一番最初に選んで投げ始めたんですね。岸と平行に、深くなってるんじゃなくて、ところどころ出っ張りがあるんですね。その出っ張りが、何回か釣り合ってると、あこの辺にあるとか、あの辺もちょっと出っ張ってるぞっていうのが分かりますから、それを目安にその出っ張りへっこみをのブレイクを釣る感じで狙っていくんですね。ブレイクに沿って、ちょうどリップがコツコツって、浅いところだと当たってるんですけど、ブレイクに差し掛かるといきなりそのリップに当たる抵抗がなくなるんですね。その時が一番、勝負なんです。6投目ぐらいだと思うんですけどね、それにこうボンという音はしなかったけども、ぐーっとこうもうのしかかるような重みかな。で、あやったやったって喜んで寄せてきたら思わぬ大魚で、嬉しくなって、でそれが1400フィッシュですね。リミットも届いて、なおかつ入れ替えもできたんで、本当にその、100% 自分の釣りができたなという気持ちはありました。ですからそれで、まあ、負けたら負けたでしょうがないしというのがもう大方の気持ちだったですね。で1400を釣った時点でもう自分で自分を褒めてあげたいというね、そういう本当にもう満足のいく釣りができましたね。吉田浩司のクランキングが勝利を収めた1998年バサーオールスタークラシック。23名のトッププロが誇りをかけて挑んだ戦いは終わった。自分らしい戦いをやり通した23名の主役たち、その戦いの記録は永久に語り継がれていくことだろう。みんなの応援で何度か優勝することができます。季節14年、1984年にマスプロ戦になってから14年、長かったです。皆さんありがとうございます。